高地競馬、12レース、ファイナルレース、1600です。能力偏差値ですが、B ランク3等、C ランク2頭のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。5枠5番、湘南ラジオアです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、4層前に黄色線を上回っています。 能力的には上位混戦の一等で連帯資格は十分です距離適性を見ていきます距離は紫色の丸です今回は1600メートルとなります指数がピークとなっているところを見ていくと4走前はオレンジ色の着順が2着で紫の丸が1600 4月はオレンジ色の着順が1着で1300 1600は適距離です展開面を見ていきます 先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が1頭います。先行タイプが3頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。 指数がピークとなっているところを見ていくと4走前は5番手からの競馬です4月は3番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートを見ていきます先行力は19でトップです上がり指数は20で4位ですまずまずの先行力で前目につけられそうです展開面は若干のプラス評価をしていいです次の馬を解説していきます暫定丸を打っています 3, 枠3番カノンウッドテールです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、2層前、3層前、4層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位混戦の1等で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は、紫の丸が1400、4月は 紫の丸が13001400が適距離ですが4走前の紫の丸今回と同距離の1600ではまずまずの指数をマークしています1600も守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は5番手からの競馬です4月は4番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます 先行力は11で3位です上がり指数は19で5位ですまずまずの先行力で前目につけられそうです展開面は若干のプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定黒三角を打っています6枠7番ミストブレーカーです能力偏差値は3位で偏差値ランクは b ランクとなります金5層では2層前に黄色線を上回っています 上がり指数が高評価できるのは、前走は黄色線を6上回っています。4。走前は黄色線を2。上回っています。5。走前は黄色線を4上回っています。能力的には上位混戦の一等で連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2。走前は紫の丸が14001400が適距離ですが。 4走前の紫の丸今回と同距離の1600では低指数となっています1600は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は9番手からの競馬です中段より後ろめからの差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は5で6位です上がり指数は22で3位ですまずまずの上がり指数で 差し足を見せられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。7枠9番、さよのコントラストです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層に黄色線を上回っています。上がり指数が高評価できるのは、前層は黄色線を7上回っています。4層前は、 黄色線を5上回っています能力的には2番手グループの一角で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は紫の丸が1300 3月は紫の丸が1600 1600は守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は9番手からの競馬です 3月は6番手からの競馬です。中段より後ろめからの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は6で5位です。上がり指数は19で6位です。平凡な上がり指数で、指せないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。ヨババでは指数を落としています。 明日も両馬場ならマイナス評価した方がいいです次の馬を解説していきます暫定罰を打っています1枠1番アルクです能力偏差値は5位で偏差値ランクは C ランクとなります金5層では3層前5層前に黄色線を上回っています能力的には2番手グループの一角で連体資格は十分です距離適性を見ていきます 指数がピークとなっているところを見ていくと3層前は紫の丸が13005層前は紫の丸が14001300が適距離ですが4層前の紫の丸今回と同距離の1600では指数を下げています1600は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3層前は4番手からの競馬です 5層前は4番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は4で7位です。上がり指数は7で8位です。先行力は評価できません。前目につけられないリスクがあります。展開面は若干のマイナス評価した方がいいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定二重丸を打った5番の対戦成績は3番に対し、 3勝勝敗と勝ち越していまますす番の対戦成績は高評価できます暫定丸を打った3番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。暫定黒三角を打った7番の対戦成績は5番に対し2勝1敗と勝ち越しています。暫定白三角を打った9番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。 以上の適性分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二重丸を打ったのは5番湘南ラジオアです。能力偏差値はトップの B ランクです。距離と展開と対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは3番カノンウッドテールです。能力偏差値は2位の B ランクです。展開を高評価しました。黒三角を打ったのは7番。 ミストブレーカーです。能力偏差値は3位の B ランクです。距離にリスクはあります。展開と対戦成績を高評価しました。白三角を打ったのは9番、サヨノコントラストです。能力偏差値は4位の C ランクです。枠順にリスクはあります。以上、指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、 新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。